東光寺は新潟県十日町市にある総東州の寺院である。三号は草玉山。六百年前の室町時代に建てられたと言われている。門前には安永九年建立の金芸術の石踏みがある。山内に地面に生えた状態のままの木に観音菩薩を掘り込んだ立木観音と呼ばれる仏像と仏像を安置するための観音堂がある。 東光寺雲板が10日、調子指定文化財になっている。10日、調子指定文化財。10日、調子。2020年1月9日閲覧。第42番、東光寺、東光寺。指摘巡礼の記録つまず第133番令状の旅。2020年1月9日閲覧。2012年12月28日第34回、東光寺。 越後つまりアートメモブログ2020年1月9日閲覧10日調子教育委員会文化財可燃法1510日調子2020年1月9日閲覧中里清津スキー場10日調子観光協会2020年1月10日閲覧田代の七つ間、ま、10日調子観光協会2020年1月9日閲覧 ゆくらつまり、ゆくらつまり、2020年1月9日閲覧。湯沢清津京津南森宮野原駅線。南越後観光バス。2020年1月9日閲覧。十日、町駅前新宮田代線。南越後観光バス。2020年1月10日閲覧。ありがとうございます。